化に適応できる強い組織作りを専門としております。このチャンネルでは経営者、リーダー、マネージャーに役立つ組織強化のポイントについて欧米の書籍や研究論文を引用しながらお伝えしています。今日ご紹介するのはポリアンナ症候群、自己満足や現実逃避の心的症状についてご紹介します。この症状が習慣化してしまうと成長は望めません。この動画を最後まで見ていただくと具体的な解決策もわかります。もし今回の動画が良かったと思っていただきましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではいきましょう。ポリアンナ症候群とは、現実の問題に直面してもその良い面だけを見て自己満足に陥る症状です。この症状の名前は1913年にエレナ・ポーターによって発表された小説、少女ポリアンナの主人公の名前から来ています。この小説では孤児になったポリアンナが周囲の優しさに気づいて明るく生きるために良かった探しというゲームをします。この小説は名作です。しかしポリアンナ症候群の人はこのゲームを極端にやりすぎて現実から目を背けてしまうのです。ポリアンナ症候群の人は以下のような特徴があります。1. 問題解決を避ける。ポリアンナ症候群の人は問題に対して責任を取ろうとせず、自分に都合の良い解釈をしてごまかそうとします。仕事でミスをした時、上司が悪い、運が悪かっただけ、他の人よりはマシと言って反省や改善をしません。 2. 根拠のない自信。ポリアンナ症候群の人は自分の能力や運を過信して現実的な対策をしないことがあります。例えば試験や面接に向けて勉強や準備をせずに、自分は才能がある、やればできる、なんとかなると思っています。 3. 比較して正当化。ポリアンナ症候群の人は自分の状況を客観的に評価するのではなく、自分より悪い状況の人と比べて自分を正当化しようとします。例えば不健康な生活をしている時に、病気になっている人よりマシだ、生きているだけでありがたいと言って健康に対する注意を怠ります。ポリアンナ症候群は一見するとポジティブで前向きな人に見えますが、実は自分の欠点や問題に向き合わず現実逃避をしているだけです。このような姿勢は長期的には自分の人生に悪影響を及ぼします。 4. 成長につながる改善をしない。ポリアンナ症候群の人は自分の問題を認めず改善の努力をしないため成長の機会を逃しています。自分の能力や知識が時代から取り残されて仕事や学業で挫折する可能性が高まります。 5. 人間関係の悪化。ポリアンナ症候群の人は自分の非を認めないため他人からのアドバイスに耳を貸しません。ニコニコしているのですがかなり頑固で、自分に都合の良い解釈をして結果として他人の気持ちや立場を無視することがあります。これらの態度は周囲の人からの信頼や尊敬をじわじわ失うことにつながります。6. 災害や事故の被害。ポリアンナ症候群の人は自分に都合の悪い情報やリスクを無視するため災害や事故に対する備えを怠りがちです。また自分の運や能力を過信して無謀な行動をとることがあります。これらの行動は自分や他人の命や財産に危険を及ぼすことがあります。それではここからポリアンナ症候群から脱却する方法をお伝えします。周囲の意見を聞く。ポリアンナ症候群の人は自分の状況や能力を正しく評価することができません。自分が信頼している人からお世辞抜きの意見やフィードバックを聞いたりすることで自分を客観的に見ることが大切です。ポジティブ心理学に関する書籍を読む。ポリアンナ症候群のようなポジティブシンキングとポジティブ心理学は似ているようで全く違います。ポジティブ心理学は科学的に根拠のある考え方で、ポジティブな感情もネガティブな感情もどちらも大切にしています。私がおすすめするポジティブ心理学の名著はマインドフルボディです。ハーバード大学教授の最新情報が満載です。ぜひ読んでみてください。行動する。ポリアンナ症候群の人は問題を解決するための行動を起こさないことが多いです。しかし問題を放置しても解決しません。問題を感じているならば放置せず、例えばマインドフルボディを読んで具体的な行動に移すことが重要です。もちろんこの本でなくても構いません。自分だけで判断せず周りの方の意見を求めてから行動しましょう。ポリアンナ症候群は現実から目を背けて自己満足に陥る心の症状です。自分の人生に様々な悪影響を及ぼします。ポリアンナ症候群から抜け出すには周囲の意見を聞いて自分を客観的に見ること、ポジティブシンキングとポジティブ心理学の違いを理解して根拠のある思考法を学び行動を起こすことが必要です。ポリアンナ症候群にならないためにも現実を直視し自分の問題や欠点に向き合っていきましょう。まとめです。ポリアンナ症候群の特徴。
問題解決を避ける、根拠のない自信、比較して正当化、成長につながる改善をしない、人間関係の悪化、災害や事故の被害、脱却する方法は3つ、周囲の意見を聞く、ポジティブ心理学に関する書籍を読む、そして実践する。本日は以上です。参考文献や引用させていただいた記事は概要欄に記載しております。今回は原稿作成にあたり、マイクロソフトさんのコパイロットでチャット GPT-4 を無料で使わせていただきました。本当にありがとうございます。実践した人だけがたどり着ける場所があります。合言葉です。現状維持は衰退。早くやろう、たくさんやろう。人に優しく、仕事に厳しく。高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。